西口、旧神原鉄道鴨駅舎をそのまま転用して使用している鴨駅は新潟県鴨市駅前にある東日本旅客鉄道新越本線の駅である。当駅は鴨市の中心部に位置する同市の中心駅である。JR 西日本の関西本線鴨駅と区別するため切符には鴨と印字される。1985年までは 神原鉄道の列車も乗り入れていた。西口駅舎は神原鉄道時代の駅舎をそのまま使用している。相対式ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。両ホームは地下通路で連絡している。円三条駅が管理し、JR 新潟ビジネスが住宅する業務委託駅となっている。自動改札機が設置されており、全通路で。 スイカ等の交通系 IC カードが利用できる。駅舎は東西双方に設けられている。元々のエントランスは東口である。東口駅舎には緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、菓子自動販売機、待合室、化粧室などが設置されている。また、東口駅舎の待合室内には2021年3月28日にセルフレジ専用。 キャッシュレス対応の無人キオスクが開業予定である。なお、この無人キオスクの開業は JR 東日本新潟支社管内では初となる。東口改札を入ったところに発車時刻を表示する電光掲示板があるが窓口の営業時間外は電源が落とされ無表示となる。待合室の利用可能時間は7時10分19時40分となっており、従って 待合室内のコインロッカーは、その時間帯以外は利用できない。西口駅舎はもともと、神原鉄道が自社線の鴨駅舎として設置し、国鉄鴨駅、西口業務を委託されていたもので、当初は神原鉄道線の切符売り場窓口と、国鉄専用の券売機が設けられていた。神原鉄道線廃止後、窓口は、 駅舎管理と改札業務を行う委託職員による案内窓口となり、自動改札機の導入による委託廃止により閉鎖された。西口にはかつて無人駅用のボタン式自動券売機が設置されていたが、2019年8月27日より、東口と同じタッチパネル式自動券売機に置き換えられた。ホームとは地下通路で連絡している。 西口駅舎と2番線の間には、か原鉄道のホームが設けられていたが、現在は撤去され駐輪場となり、2番線にあった連絡通路への出入り口も塞がれている。ホーム上には、発車表を兼ねるお知らせ知る人、列車の接近を知らせる列車接近表示器が設置されている。飲料自動販売機、トイレは1番線のみに設置されている。通過線は、現在は、 本線と切り離され、河川も撤去されており使用されていない。関西本線の鴨モ駅と区別するため、乗車券には鴨と表記される。東口駅舎内 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は2165人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前から東へ続く商店街東口側は、江戸時代から続く。 鴨市の中心市街地となっており、歩道部にアーケードを備えた商店街が鴨川に沿って長く続く。駅前広場や駅前の道路は従来境外であったが、1979年度より、鴨駅前地区と地区各整理事業によって大規模に整備され、駅前地区商店街と国庁商店街だけでも合わせて94点が改修され、駅前から伸びるメインストリートの拡幅や、 駅前広場の拡張が行われた。これによって減少した店舗面積を補うためメインストリート沿いには、鴨駅前商店街近代化事業として駐車場を備えた複数の共同店舗が計画され、その一つとして駅前にはまる吉しを各テナントとして、地元16商店などが入る形で1986年11月、地上3階建ての商業施設、メリアがオープンした。 なお、駅前のメインストリートには1990年代末に、長いキストリートの愛称が付けられ、東京、巣鴨の地蔵通り商店街をモデルに、街づくりが進められた。駅から約500メートルほどの距離に、大見神社及び鴨山公園がある。北東側には、県立鴨農林高校、鴨行政高校、新潟経営大学があり、当駅はこれらの教育機関の最寄り駅となっている。 当駅周辺では、商店街利用者向けの駐車場や駐車帯はあるものの、パークライド用の駐車場が未整備であり、代用される鴨山公園の無料駐車場において混雑の問題が生じている。東口駅前西口側は、多くが住宅地となっている。文化会館などの公共機関や市役所、県立鴨高校があり、国道403号線沿いには飲食店。 スーパーカラオケボックスなどのチェーン店が数軒立ち並ぶ。周辺のバス路線図。市民バスは省略。東口駅前のロータリーからは、新潟交通観光バス、越後交通、鴨市営の三社局による路線が運行されている。ただし、新潟交通観光バス運行の大半の便は、鴨駅には入らず、国庁バス停から発着となる。このほか東口は、 多賀美町の予約型乗り合いタクシー5万度号の乗降場所となっている。神原鉄道岡本駅跡、終端部付近から急行内を見る。右は新越線ホーム。出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。